参考 CR の平林昇です。今回はですね、相対経済、数字にならない水面下の心の経済、このですね、動画の追加補足説明をですね、させていただきたいと思います。この内容はですね、実際この水面下の心の経済、なんとなくこうイメージ出てきますよね。情報の貸し借りとかですね、情報のいわゆる融通ですね、紹介したりされたり、あるいはこの労働のですね、貸し借りとかですね、あるいはこの時間の貸し借り、でその中でこう相殺をしてですね、できるだけその、現金を動かさないってことですね。で、あまりこの現金を動かさずしてですね、この実体経済をこう動かしていくっていう、一つのこう、生活の知恵としてですね、この心の経済ってのがあるわけなんですね。で、実際、紹介したりされたりっていう中にですね、今でいうとこのソーシャルメディアですね、自分のメディアで、そういうことだったら自分のいわゆるメディアで紹介してやろうっていうことですね。で、その人が何万人とかですね、そういうネットワークを持っていれば、ある意味ではそこにリンクをしてもらうっていうこと自体ですね、この、金額でこう換算できないくらいにですね、ある意味ではそのメリットってものがあるわけなんですね。なかなかこう数字でこう読み切れない、だけど必要だってことなんですね。で、こういうですね、その水面下のいわゆるこの人のつながりの経済っていうんですか、なかなかこう現金にはならないんだけど、実際にそのいわゆる必要なこのいわゆる活動ってことですね。で、これを称してですね、いわゆるこの心の経済って言ってるわけなんですね。これが一つこう相対経済ってことになるかと思うんですね。で、実際これは事業コストっていうかコストの話なんですね。で、このコストの中にですね、実際にこう現金としてですね、こう支払われたものがある意味ではこの、損金っていうんですかね、実際のこのコストってことになるわけなんですね。で、このコストもですね、実際こう以前に比べてこういわゆるなんていうんですかね、ものすごくですね、この企業にとってこの損金というよりですね、いわゆるその利益を生む、いわゆるこのシナリオっていうんですかね、に なりつつあるっていうか、なってるわけなんですね。で、それがいわゆるこの、いわゆる情報戦略っていうんですかね、いわゆるこの広告と販売のこの自動化のですね、仕組みっていうものを、これいわゆる広告費で実際にこう賄ってるわけなんですね。で、結果としてお金を生む、経費でお金を生む仕組みっていうものをこう作っているわけなんですね。ですから、その、事業コスト、損益っていう言葉があるんですが、いわゆる損っていうのはある意味ではその利益を生むための必要経費ってことですね。で、この中にですね、今の心の経済とですね、実際数字として出てきた金額に対してですね、それがコストってことですね。で、その中にもですね、実際こうただその損金扱いじゃない要素っていうんですかね、いわゆるお金を、資産を生み出す仕組みが実際この経費の中から発生してるってことなんですね。で、こういうことをですね、実際こう意識しましょうってことなんですね。いわゆるそのお金は使わなきゃいけないんだけれども、いわゆる紹介したりされたりですね、こう人の関係で情報っていうものの、いわゆるこう何ですか、やり取り、この中にこう請求書を上げるわけじゃないですね。実際情報は情報で返す、あるいは仕事は仕事で返すっていう、そういうあるそのマナーを持ってですね、実際こう、生活してるわけなんですね。あるいはこう事業活動っていうのを多くの人はしてるわけなんですね。で、この量がまさしくいわゆる企業のですね、いわゆる盤石なこう経営基盤っていうものをこう確立しているっていうことかと思うんですね。ですから、心の経済、相対経済っていうのはですね、ある意味ではこの数字としてなかなかこう表に出てきない数字ではあるんだけれども、実際に事業としてものすごく重要なファクターってことですね。で、こういうことを意識してですね、この相対経済、心の経済っていうものをですね、どのようにこうそれぞれの仕事の中に、事業の中に入れるかっていうことはですね、特にこれからその情報、時代ですね、情報っていうのは人がこう絡むわけなんですね。ですから、人のネットワークにもこういわゆる影響してるわけなんですね、リンクしてるわけなんですね。
ですから、この心の経済、相対経済っていうのをですね、まあ意識してですね、まあ大きくしていきましょう。そこにいわゆる利益を生む仕組みがありますよっていうですね、まあそういうお話なんですね。